はい、タンタンです。こちら DCT ブランドのウクレレソプラノタイプでございます。 DUS の 707K でございます。特徴としてはアカシアのボディ、そして、メープルバインディングですかね、ウッドバインディング、そしてこのサテンフィニッシュ、サラサラとしたサテンフィニッシュですね。ツヤのない塗装が特徴でございます。落ち着いた雰囲気に見えますね。で、ここの12フレット付近のポジションマーク、 DCT のロゴ、このあたりも、ルックスもかなり雰囲気いい、ウクレレに仕上がっております。なんていうかこう音も少しこう落ち着いた雰囲気のサウンドに仕上がってるかなと思います。コロコロっとソプラノの、可愛らしいサウンドもそのままに、お使いいただけますので、ルックスもこんな感じでとても、まあ、シンプルではあるんですけども、落ち着いた雰囲気のある、アカシアコアウクレレでございます。ぜひこちら初心者の方から手に取っていただければなと思っております。そんな感じでこちら DCT の DUS707K でございます。お問い合わせお待ちしてます。タンタンでした。